買うの忘れてる。おはようございます。本日の密着よろしくお願いします。お願いします。暑いですね。暑いですね、今日も。何買ったんですか？メガのコットのカフェラテです。今日30度ですよ。30度だけど、私は年中これです。ゴロさんって普段何時頃に起きるんですか？普段は6時に起きます。朝必ず洗濯をして、子供のご飯だったりとか作るために早く起きます。朝早く起きて家事してから出社するの大変じゃないですか？日々のルーティーンなんで大変とかあんまり思わないです。へえ、かっこいいママですね。本日のスケジュールはどうなってますか？テストがあるので、ほぼほぼ作業中心にはなるんですけども、その合間に動画のフィードバックミーティングだったりとか、東京支社全体のミーティング、あとは休憩中にイラストを描いたりとか、そういったスケジュールになっています。皆さん、おはようございます。一人ずつ今日朝やること言っていきましょうか。今日はクライアントの企画確定のミーティングがあるので、いい企画を固めて進めていきます。以上です。ナレッジですよね。はい、一言ナレッジ。一言ナレッジ。最近読んだ本があるんですよ。センスはこう知識から始まる。だからセンスって感覚的なものだったりとか、生まれ持った才能っていうふうに思われがちなんですけども、決してそうではなくて、センスイコール知識であり、知識をいっぱいこう持っていれば持っているほど引き出しも増えるので、それがセンスとなって現れる。だからその自分の好きなことに特化してもいいと思っていて、こう目の前のことだったりとか身の回りのことにもアンテナ張って感覚フル稼働させて頑張っていきましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。動画ありがとうございます。昨日 PC で見てた時はあまり感じなかったんだけど、スマホで見た時にちっちゃいかなと思って、出来上がったのをスマホでチェックしながらサイズ感っていうものを確認した方がいいかも。入り方とか入れ方とかは全然問題なかったんだけど。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。何してるんですか？左右の準備。左右の準備。健康にいいよって言われてから飲み始めたんですけど、そしたらハマってしまって、今は好きで飲んでます。これ、皆さん元気ですか？大丈夫？いや、めちゃくちゃ元気ですよ。あ、よかったです。揺れてますか？どうですか？揺れる。気づいたら、もうこれで多分タイミングかかって今日はね、そうなってる。全然聞けないですよ。全然聞けないですよ。そんなことない。文岡さんにとってモロさんってどういう人ですか？一言で言うとギャップがあると思ってます。普段は妖精みたいな感じでわーっとしてるんですよ、みたいな感じなんですけど、僕が一発目に驚いたのは、携わったプロジェクトの時に室さんの企画が通ったんですよ。それを提案してるのを横でいたんですよ。その時にこんな真剣な室さん見たことないと思って、あれみたいな、なんか違う室さんかなと思ったぐらいギャップがあるっていう感じ。僕ね、人生で出会ったことないっすね。ずっと笑ってるし、辛い時あるんかなとか思ったりとか、ギブの精神半端ないし、うんみたいな、ずっとそんな感じなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。休憩ですか？今ちょっと気分転換に外出て、はい、コンビニ行こうと思います。何買ったんですか？チョコレートとペンチを買いました。よく食べるんですか？買って食べます。室さんはいつ入社ですか？今年の1月に入社しました。どうですか？初期メンバーみたいな感じになると思うんですけど、ね、東京の
入った時は一緒に制作のメンバーがいなかったので、うん、正直不安だったんですけども、でも新しくこうスタートするっていうワクワクの方が良かったかもしれない。なんか苦労してる部分とかあります？オンラインでの作業は慣れてはいたんですけども、ホロゲートはコミュニケーションをすごく大事にする会社なんですけど、その中での東京、大阪、すごい離れてるじゃないですか。慣れてない人間関係の中で案件を回していけるのかなっていう不安はありました。その上でうまくコミュニケーションを取るためのなんか秘策ありますか？会社に入る前はコミュニケーションを取るってことに諦めていた部分って結構あったんですけど、会社に入ってやり取りしていくうちに、私実は喋るの好きなんだって改めて分かって、コミュニケーションを自ら取りに行くっていうことをするようになってから、業務の上では困ることがなくて、逆にこういつに連絡を取り合うことでスムーズに連携も取れて仕事しやすい環境だなって思いました新作品なんです。え全部文字とりあえず2本めっちゃ詳しいやあらすこれまでですか？大丈夫だよ。うまっくなりさんにとってモロさんってどういう人ですか？ムードメーカー兼みんなのメンテナンス担当みたいなイメージかなと思ってます。ムロさんが来る前、来る後で東京支社って空気全然違ったんですよ。以前はどっちかって言ったらもう男しかいなかったし、多分ね男臭かったし、厳しい状況になったら空気悪なるみたいな感じだったんですけど、それをムロさんが全部かき消してくれて、お菓子くれたりとか話してくれたり、なんかみんなのほんまの意味でお母さん的な存在にして、なんか空気作りをめちゃくちゃしてくれてますね。ムロさん、今使ってるものって何ですか？ペンタブになります。これを使って絵を描いてます。マウスじゃなくてペンですね。もうマウス使ってないです。すべてこのペンタブで作業してます。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。お願いします。お願いします。人称ゲーマトリックスってこの上下と左右に異なるこう軸を持たせていて、デザインのこのイメージのリファレンスっていうのを置いていくんですね。このメンバー同士とかクライアントさん同士でこういうマッピングをもとに対話することができて、そもそもの話だったりとかもすることができます。うん、本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日一段と抜けてました？僕としてじゃなくて同じクリエイターとしてのムロさんはどういう評価してますか？周りがいいよって言っても自分が届いてなかったらめちゃめちゃやってる人だと思ってるんですよ。こだわって本当にやって時間かけてやってると思ってすごいと思ってます。女子だからこそ言える今後のムロさんの課題がありましたら教えてください。期待も含む話になるんですけど、いずれでもこれから後輩というか入ってくる中で、その今までムロさんがやってきたことを伝えるというか教えて、その人を成長させるっていうこととかが会社としても、まあ、東京としてもなんか強くなってるなと感じるので、そういうところをできていったらいいなと思います。なんかいつもは、まあ、笑いながら楽しそうにこうデザインやったり打ち合わせしてる姿とかを見て、僕もなんか原点に帰らせてもらってるというか、こう長年経ってくるとそういうの忘れがちになっちゃうところを、いつもフレッシュな感じでできてるムロさんを尊敬してるんで、これからも成長してみんなを引っ張っていってほしいなと思います。もしもし、あっちゃん、あとね15分とか20分後とかに出ようかなって思ってるご飯ね、食ってからパパって作ろうかなって思ってるから、今日何しようか、何食べたい？オッケー、わかった。ちょっと待っててもらってもいい？うん、すぐ帰るから。うん、はーい、すいません。うん、じゃあね、はーい、バイバイ。一
一日密着ありがとうございました。ありがとうございました。もともとフリーランスとして活躍したと聞いたんですが、その中でトモロゲートに入社を決めたきっかけって何ですか？クリエイターの友達からトモロゲートのブログのこうリンクが送られてきて、でその時に初めてトモロゲートっていう会社を知って、なんか面白そうだなって思って、いろんな分野のブログを拝見して、仕事に対してきっと熱い方々なんだろうなっていう、受けてみようっていう軽い気持ちで受けたのがきっかけです。面接していくうちに、最初怖い方だと思ってたんですけども。誰がですか？池田さんとか久米さんとか。こう面接を回を重ねていくごとに、仕事してめちゃくちゃ好きになって、最終選考が大阪だったんですけども、大阪で実際会って一日一緒に仕事をして、ここなんか自分とフィーリングが合いそうっていう、入れていただけるならと思って、その日に決めた形になります。その両立するときに意識してることと大変なこと、どう乗り越えたかということがありましたら教えてください。大変じゃないって言ったら嘘になってしまうんですけども、仕事も好きだし育児も好きだし、両方好きで両方やりたいんですね、私は。好きなことをできてるってすごく幸せなことだなと思っていて、そういう環境に今入れるっていうだけで幸せだし、そうできてるってことに対してこう周りの人たちにすごく感謝してるので、大変な時期もあったんですけども、好きなことができてるのでポジティブにこなしてきたかなとは思っています。今こう綺麗なテンプレとか AI になっていくと思うんですけども、デザイナーじゃないのにデザインができてしまう、こう時代じゃないですか。自分なりの個性っていうものをもっと出していかなきゃいけないなって思ってるのと、これいいねって終わるんじゃなくて、これ誰が作ったのっていう、そういう風に思ってもらえるようになりたいですね。また一緒にやりたいだったりとか、これが誰が作ったんだろうとか、自分が作った証っていうものが残せていけるこうデザイナーになりたいなと。子供もママはこう仕事をしている方がすごく楽しくそうでかっこいいよって言ってくれてるので、仕事も育児も両方楽しんでこなしていけるポジティブのママでいたいなと思っています。このマーカーのところにできたらチェック入れて。オッケー。